神逍遥さんとは、漢方処方の一つ。和罪局法に集裁されている、逍遥さんに、口なしとボタン側を加えた処方で、別名、単、口なし逍遥さんとも言う。神逍遥さんの出典については、諸説ある。主に女性に用いられる、漢方薬である。出典の詳細については、出典の節を、参照体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩が凝り、 疲れやすく、精神不安や、苛立ちなどの精神神経症状、時に、便秘の傾向のあるものの次の所症、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、高年期障害、血の道症、不眠症下身症さんの構成症薬は以下の十味からなる。陶器さん、芍薬ん、白術、一ん、仏量産、再さん、ボタン側に、口なしに、 肝臓1.5から2、障害1、薄化用1代15改正の日本薬局法から、蒸気構成症薬を乾燥エキス化した、神商用産エキスが収裁された。内科適用中の、神商用産神商用産の出典にとしては、和剤局法、2、女化殺用、3、内科適用、4、万病回春、5など諸説ある。中国北総大の、 和財局法にはその婦人書病門に、昭洋さんが集裁されているが、神昭洋さんの記述は見られない。昭洋さんの書出はこの、和財局法であると考えられており、現在の神昭洋さんの構正小薬の打ち口なしと、ボタン側を含まない八味からなる処方であり、神昭洋さんの腹型である。神昭洋さんとの名称は、明中期の説己の戦術による、 女かさつよう、内科適用に初めて見られ、この2出店にて、構成条約に、口なしとボタン側が加えられているが、生姜と薄かようを含まない8味の構成となっている。女かさつよう、内科適用以外の、節子案6では、民意雑ザの深谷、秀才の神商用さんで、生姜は含まれているが、薄木かようはやはり含まれていない。 現在と同じ住民の処方構成としては、共演権の戦術による万病回春に、その記述が初めて見られる。以上のような意思学的考察を行った小山は、本法のように複雑な過程を経て、完成に至った場合、出典を一つに絞るのではなく、すべてが出典の一部を成すと考えるべきであり、和罪局法、説詞案、万病回春を出典とすべきであると述べている。 症羊さんに、口なしとボタン側を加味したという意であるが、症羊さんとは、症羊症として定まらない収穫を治すとの意味である。著しく胃腸の虚弱な患者食欲不振、悪心、嘔吐のある、患者肝臓が安有生在グリジルリチン酸ん及び、その塩類を含有する、生在ニセアルドステロン症、ミオパシー、肝機能障害、横断過敏症、発疹、発赤。 創用糖症化器、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等高年期障害モデルマウスに神症用酸を傾向投与したところ、ストレス負荷によるペントバルビタールナトリウム誘発睡眠時間の短縮が抑制された。高年期障害モデルラットに神症用酸を傾向投与したところ、生鮮刺激ホルモン放出ホルモンによる皮膚温上昇が抑制された。 高年期障害モデルラットに神障陽酸を傾向前投与したところ、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン、脳室内投与による自発運動更新が抑制された。ありがとうございます。